佐々木さやか君公明党の佐々木さやかですよろしくお願いいたします、えー、今日はまずウクライナから日本に避難してき、えー、ている子どもたちまた大人の方もそうですけれどもそうした方々へのですね支援についてお聞きをしたいと思います私の地元のですね、えー、ま神奈川でも ウクライナから避難してきた子どもたちが、今、学校で学んでおります。横浜市のですね、教育委員会は、えーまあ、横浜に避難してきた子どもたちに対して、えー、日本語のですね。えー、支援を行日本語を学習する支援を行いつつ、えーまあ、学校で学べるようにということで、さまざ、あ、ま努力をしていただいております。えーまあ、子どもたち。えー はですねえー、本当に、まあ、大人の方ももちろんそうですけれどもお、まああの、おそらく初めて来る日本という外国の地で、ですね言葉も分からない、また精神的にも非常にいいこの過酷な状況に追いやられる中で、まあ、生活を強いられているわけですけれども、えーまあ、ぜひですね、 こうした子どもたちへの日本語、また精神的なケアを含めた就学支援をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。えーまあ、さらに、ですね、えーまあ、子どもたちだけではなく、まあ、一緒に避難をしてくるご家族の方への支援も重要だと思います。えーまあ、生活のこともそうですし、お仕事のこともそうですけれども、その上で、まあ、大前提となるのがやはり日本語であります。一定程度のコミュニケーション がですね、えー、取れる、また情報が得られるということでなくては、生活も守らないと思いますので、えー、こうしたウクライナから日本に避難して来られた方々への日本語教育、また子どもたちへの就学支援、えー、しっかりと文科省としても行ってもらいたいと思います、いかがでしょうか。政松文部科学大臣、えー、ウクライナからあの避難民の方々が 我が国で円滑に生活を送っていただくためには、今先生お話ありましたように、必要な日本語教育や子どもたちの就学支援を行うということが大変重要であるという認識でございます。このため、文部科学省では、ウクライナ避難民の子どものたちの教育の機会の確保、あるいは日本語教育の体制整備等を行うよう求める通知を各自治体に発出するとともに、 ウクライナ避難民への支援に関する一元的な窓口問い合わせ窓口を設置をいたしました。でまた、あの特に生活に必要な初期日本語教育につきましては、入国後の一時滞在先に滞在する方につきましては、出入国管理庁と連携しながら日本語教育をコースをま提供してございます。で、またあの。 各地域で定住を開始した方につきましては、日本語教室等を実施する自治体を補助事業で支援するとともに、事業の追加募集も行っておりまして、希望するすべての避難民の方々が、日本語教育が受けられる機会の確保に努めているところでございます。まあ、あの4月25日からです、ね、滞在先のホテルで教室を作っているところであります。さらにあの、ウクライナ避難民の子どもの保護者が、 子どもを公立の義務教育、小学校に就学させることを希望する場合には、これはもう国際人権規約等も踏まえまして、えー、日本人児童、生徒と同様に無償で受け入れてございます。その際、避難民の子どもが安心して学校生活を送って、教育を受けられるようにするためには、日本語指導の充実が鍵となります。で文科省としましまては日本語指導補助者のの、えー、外部人材の配置など 外国人児童生徒へのきめ細かな支援を取り組む自治体を補助事業で支援しておりますが、今後とも事業の追加募集も行う予定でございます。あ、適ですね。はい。はい。それとですね、あの念のためにちょっと、えー、幼稚園から高校ですけれども、あのすでにあの就園就学した子どもの数ですけれども。 えー、37名で、でえん、就学に向けて相談をしている子どもの数は45名でございまして、4月の27日現在でございます。これからあの週単位で、えー、定,期的に定期的に集計をできるようにということで、今、あえー、内部で決めたことでございます。佐々木紗友香君 そうした子どもたちの人数についてもですね、しっかり文科省として把握をしていただいているということでありますしっかりと支援の強化を重ねてお願いしたいと思います、えー、ウクライナからの学生を受け入れることを表明している大学もあの多くなってきております。 学生、留学生、学部生、もしくは大学院生という場合もあると思いますが、大学のほまで宿舎といいますか、寮をですね、それから学費についても支援をすると、非常にいいあの素晴らしい取り組みだなというふうに思って見ておりますけれども、支援になるとともにです、ね、でこの留学して、日本でこの機会に学んでいただくということは、これからの日本とウクライナの関係、また世界の平和ということに向けても非常に重要な取り組みだと思います。 この点についても文科省としてぜひ後押しをお願いしたいと思います松子高等教育局長お答え申し上げますウクライナからの学生失礼しました対しまして時代学への受け入れや オンライン授業の提供を通じて支援する動きが国内の大学で広がっておりまして4月末時点で23の大学で学生等を受け入れていると承知しているところでございます文部科学省では関係大学や日本学生支援機構との協力のもとウクライナ学生に対する支援特設サイトを4月に設置いたしましてウクライナ学生の受け入れを表明している大学とその支援の内容を発信するとともに ウクライナ学生向けの日本語教育等のオンライン教育コンテンツを提供し、学びの継続を支援しているところでございます。また、4月18日,日,日には事務次官通知を発出いたしまして、ウクライナ人学生の大学等での受け入れについて、不安や困難を抱える学生に対する相談体制の充実を含め、適切に対応いただくよう、大学等にお願いしているところでございます。 さらに文部科学省といたしましては、既存の留学生への支援策の活用について、関係省庁といろいろとまさに調整しているところでございまして、ウクライナからの学生への支援策について、受け入れを表明された大学等と連携し、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えているところでございます佐々木君ぜひよろししくお願い,いたします。 それからですねウクライナのスポーツ選手を日本に受け入れるという、まあ、こういう動きもございます,、えーとですね、5月の14日からですね2022年世界トライアスロンシリーズトライワールドトライアスロンパラトライアスロンシリーズ横浜大会という中う開催をされるんですけれども先日、大会組織委員会はですねウクライナからの選手 を受け入れるにあたって、例えば渡航費ですとか、滞在費等の支援を行うと、こういった決定も発表されました。また、私が聞いている、聞いたお話ではです、ね、民間のサッカーチームが、ね、ウクライナの選手をぜひ受け入れたいと、その時にさまざま支援をしたいということもおっしゃっているそうで、そういった動きもございます。スポーツ庁とししてもです、ね、こうした民間の動き 今、必要な連携をしていただいて、ぜひ支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうかスポーツ省串田次長スポーツに関してでの支援でございますけれども、ウクライナへの支援につきまして、日本オリンピック委員会、JOC がウクライナ支援を目的として、国際オリンピック委員会、IOC ・連帯基金に義援金を寄付したといったことなど、日本のスポーツ界におきましても、独自の動きがあるということは承知しております。 今後あの、ご指摘のようなウクライナのスポーツ選手の受け入れなどにつきまして、具体的な動きがあった場合には、スポーツ庁といたしましても、JOC、それからパラ,リパラ競技につきましては、日本パラスポーツ協会、JPC、それから各競技団体、自治体などと、関係機関などとの連携を深めながら、密に取りまして必要な協力を行ってまいりたいと考えております。佐々木彩加君。 ぜひよろししくお願いいたします、えー、次の,あの質問に移りたいいと思います、えー、次はです、ね、学校給食提供体制に関する調査ということを、文科省の方で行っていただいたと聞いておりますので、それについてお聞きしたいんですが、えー、このコロナのです、ね、感染拡大で学校休業が、 起こったわけでございますけれどもその時にですね学校給食が休止になりましたそれで大量の,その使う予定だった食材ですとかそうしたことの処分とかそれをどうするのかという問題が起こりまして食品ロスの観点からも問題になったわけですけれども実はこのです、ね、問題が起こった時にこの学校とその食材を 仕入れる業者との間の,です、ね、の契約について、さまざまトラブルといいますか、課題が浮き彫りになったというふうに聞いております。というのも、この学校給食が一斉にです、ね、長期間、休止になるということは、今までおそらくなかったと思います。ですので、そういうことを前提とした契約内容、取り決めがまあなかったと、もしくは契約書自体ですね、きちんと正式なものを作っていなかったと。 いいううが見受けられたというふうに聞いておりますこういったことを踏まえて、先ほど申し上げた学校給食提供体制に関する調査研究、これが行われたというふうに聞いておりますけれども、その結果等について教えていただければと思います大臣官房、上審議官お答え申し上げます。 今、先生からご指摘ございましたように、令和2年3月から春休みまでの間、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全国の小中学校等,の等に臨時休業を要請したところでございました。その際、臨時休業期間中の学校給食の休止に伴い、キャンセルされた食材の取り扱いに関しまして、今、ご指摘ございましたように、キャンセルに関する取り決めがなされていないために、協議が難航するといった、 ことなど、学校給食用の食材にかかる契約に関する課題、また、その学校給食が再開するまで保管できない食材など、キャンセルができなかった食材について、学校設置者が引き取って廃棄するといったような状況などがございました、こうしたことから、この不足の事態も含めて、安定的に学校給食が実施されるようにするにはどうしたらいいかということで、調査研究を行ったところでございます。 でこの結果といたしましては取引における課題と解決策を示すとともに不要となった学校給食用食材の活用についてお示ししてございます具体的には学校給食用食材の取引につきましては学校設置者と業者で十分に協議をし実情を踏まえた契約書等の作成が必要であることから学校設置者と事業者との契約の多様な実態に鑑みまして キャンセル条項等に関する契約書などにつきまして、いくつかの書式例を提示をして、お示しをし,たしているところでございます。また、不要となりました食材の取り扱いにつきましては、日常的に自治体内外での連,連携調整を密にして、不測の事態が起きた際の対応プランについてもしっかりあらかじめ関係者同士で話し合っておくことが望ましいといったようなことなど、地域の実情に合わせた 関係者との連携調整が必要であることなどを示しをしているところでございます文部科学省としてはこの報告書を各学校設置者に周知をしたところでございまして今後不足の事態にありましても安定的な学校給食が実施されるように引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております佐々木紗友香君ありがとうございます その契約上ですねキャンセルになった場合に今どうするのかということが明確に定まってなかったもしくはそういうことを想定して事前にいろいろと考えておかなかったがためにですねまずその食材についてどうするのか。 それを決めるのに大変だった場合によっては学校の方で引き取ってそれにもその分のお金がかかりますしそういう事態もあったでしょうしそれから逆にその業者のでうで負担をするという形になった場合もあると思いますつまりです、ね、そのキャンセル料についての定めがなかったのでそもそもキャンセル料自体が発生しないんじゃないかと。 ということで、キャンセル料を業者の方で受け取ることができなかったというケースもあったというふうに聞いております、それに関連して、ですね当時その、業者の皆さんが非常に大変だというお話をいただいたので、学校臨時休業対策補助金ということで、こうしたこの、 キャンセル料学校給食の休止によるです、ね、救済措置として使っていただけるように、まあ、こういう補助金を作ったわけですけれども業者の方としてはキャンセル料をもらいたいでその補助金を活用してもらいたいだけれどもの学校の方としてはいやキャンセル料というのはそもそも払う契約になってませんよ ということだったりとか、ですねそこでのその学校と業者さんのキャンセル料に関する合意がスムーズにいかなかったがために、この補助金がうまく使われなかった、活用されなかったということが生じたというふうに、私はあの承知をしております。まあ、こういったことについても、ですねそれはこの調査研究において、課題として明らかになったと思います。あのまあ、今後こういったコロナ 感染拡大のような事態が起こらないことが一番ではありますけれども、えーまあ、残念ながら、そういう想定もしなければならないと思いますので、この調査、研究のです、ねえー、結果、把握された課題について、えーまあ、引き続き真剣にご検討いただいて、えーまあ、再発防止といいますか、改善に努めていただきたいと思います。あの時間がわずかなのでで問飛ばしましまて最後にですね 新学習指導要領に基づいて、高校で実施されることになります、精神疾患に関する教育について伺います。まあ、今申し上げたとおり、新学習指導要領で、高校でですねこの精神疾患に関する授業が行われることになりました。えー、まああの先ほどどコロナ禍ののお話をしましまたけれどももそここでも本当にこの 女子高校生ですとか、本当にこの精神疾患で自殺をするというような、残念ながら子どもたちも増えてしまったということも言われているわけでございます。コロナに限らずですねこの10代のの代子どもたちの うつですとか、この精神的な疾患ということが非常に問題になっておりますので、えーまあ、こういった授業を行うということはいいことだなと私は思っているんですが、これからどのようにです、ねえー、この授業、行っていくのか、文科省に伺いたいと思います淵上審議官。お答え申し上げます。2年以上のの長期ににわたる新型コロナウイルス感染症の影響によりまして 子どもたちのかけがえのない学校生活にさまざまな生活上の制限が生じて、心や体に大きな負担がかかっているというふうに考えて捉えております。また、近年、社会環境や生活環境の急激な変化が、子どもの心身の健康にも大きな影響を与えておりまして、学校生活におきましても生活習慣の乱れ、いじめ、不登校やうつ病などの心の健康問題が顕在化をしているものと承知をしてございます。 学校教育におきましては小・中・高等学校を通じまして心の健康に関する指導,をして指導を行うこととしておりますけれども特に高等学校におきましては今年度から順次、年次振興で実施をされております新しい学習指導料に基づきまして保健体育科の現代社会と健康というこれに関する学習の中で 新たにに精神疾患の予防と回復について学ぶこととなっておりますこの中では具体的には例えばうつ病不安症などを適宜取り上げて誰もが罹患しうること精神疾患の予防と回復には適切な運動食事休養睡眠など調和のとれた生活を実践することリラクセーションの方法でストレスを緩和することなどが重要であること。 心身の不調の早期発見と治療や支援の早期開始によって回復可能性が高まること自殺の背景にはうつ病をはじめとする精神疾患が存在することもあること専門家への相談や早期の治療などを受けやすい社会環境を整えることが重要であることなどについて学習することとなってございます文部科学省としましては今後ともこの新しい学習指導に基づきまして 精神疾患を含む子どもの心の健康問題への対応が適切なされるように取り組んでまいりたいと考えております。佐々木紗友香君 そううしたた知識を子どもたちがいいいるということとこは非常に重要だと思いますで、それの結果ですね、えーまあ、自分自身がもしかしたら悩んでるかもしれない、家族がそうだ、友達がそうだということで、えー、先生の方に対する、ですねそうした生徒たちの相談というものも増えるかもしれません。ですので、まあ、それに関しては、さまざまな学校外の専門家との連携も含めて、ですね相談をこの受け止めるための、この受け皿、 の整備といいますか、まあそうした体制もあのぜひお願いしたいというふうに思います。えー、はい、時間が来ましたので以上で終わります。ありがとうございました。伊藤隆介く